今日鳥取市歴史博物館で開かれた和本作り体験。和本とは江戸時代の書籍で束にした紙に穴を開け糸を通して閉じたもので、昔の本のことを学んでもらおうと行われました。参加者たちは学芸員の手本をもとに初めての和本作りに挑戦しました。難しかったです。めっちゃ丁寧に教えていただいたんですけど、なかなか難しくて大変でした。一緒に行きたいです。昔のもの、今のものがどういう形でできているのかというのを知ってもらう機会になってもらえたらいいなと思います。そういう意味では博物館というのは昔のものがたくさんあるところなので、こういうイベントをしながらそういうのを知ってもらえればいいなと思っています。鳥取市歴史博物館では今年の夏と秋にも和本作りのイベントを開催する予定だということです。